スタッフの方の素朴な眠りについての質問っていうのを集めてみたんですね、はい、で10個集めたうちもう9個は今までのお話の中でカバーできたなという気がするんですが、1個残りがありまして、はい、あの子供に関する話なんですよ、はいはい、あの寝る子は育つってよく言うじゃないですか、はいはい、これは本当ですかっていうお話があって、はい、それとその子育てをしている親御さんにとってその子供の眠りっていうものについてこうどう考えて何をしたりすべきでなかったりするかっていうあたりも伺います。ありがとうございます。まず寝る子は育つっていうのはある意味本当です。でこれはですね、言われてる根拠の一つは、あの成長ホルモン、グロースホルモンですね、成長ホルモンってあるじゃないですか。あれはですね、あの子供にとっては文字通り体を大きくしていく、成長を促す。それから大人にとっても実は大事なホルモンで、その筋肉や皮膚やですね、いろんな筋肉とか皮膚のこう調子を整えるとかですね、老化をそれこそ予防するとか、いろんな重要な働きがあるんですが、この成長ホルモンというのが実はノンレム睡眠の一番深い N3 と呼ばれる深睡眠ですね。あの夜の前半に多いんですけれども、この深睡眠中に最も分泌されるとされているので、文字通り寝る子は育つんですよね。はい。でちなみにあの打足ですけど、さっき言ったように寝不足になると大人はですね、寝不足になると肥満になりやすいんですね。だから、寝ない大人は横に育つんですよ。それも真実でございます。で、子供の睡眠なんですけど、まずですね、知っていただきたいのは、子供、まあ年齢によるんですが、推奨される睡眠時間って日本人の感覚だと驚くほど長いです。例えば、小学生。まあ、小1と小6では違いますが、小学生全体を平均すると、推奨される睡眠時間10時間とされてますね。あ、そうなんですね。それから高校生も高1と高3で違いますが、高校生が平均、推奨されるのが8時間半。だから、多分、日本の小学生、高学年以降、もう睡眠不足が始まるので、うん、これだけ眠ってる小学生、中学生、高校生って少数派だと思うんですけど、だから普通の日本人の大人の生活リズムを子供に押し付けちゃいけないっていうことですよね。そうなんですよ。はい。それもとっても重要ですね。だから特に親が働いてるような場合っていうのは、さっきも言ったように、何とかして工夫して子供の、なんていうかな、睡眠リズムと親の生活を切り離す工夫をした方がいいですね。その別勤するっていうのも一つの方法ですし、そのあたり、それから、あと、小さい子供に関してはですね、これも、昼寝ですね。ナップ。小さい子供は昼寝が必要なんですが、実は昼寝が必要な年齢ってせいぜい3、4歳までなんですよ。で、5歳以降になったら、生物学的にはほとんどの子は昼寝は不要になるので、無理に昼寝させない方がいいですね。もう、昼は起きてて、下手に不必要な昼寝をしてしまうと夜寝なくなっちゃうんで、かえって逆効果ということもありますね。あと、まあ、難しい、睡眠に問題を抱えてる、この場合は本当に難しいことが多くて、これはもう、私専門でもないですし、細かいことについては、他の方に譲るとしてですね。まあ、私が伝えたいのは何よりも、とにかく子供はたくさん寝ないとダメですよってことです。で、実はね、これに関しても、日本人がやった、すごい、ある意味怖い研究があって、これはですね、日本から出た論文なんですけど、5歳から18歳かな、まあ、いわゆる小児ですね、小児の MRI、脳の MRI 画像をですね、200数十人取りまくって、で、MRI の画像から、その海馬と呼ばれる、短期記憶の、に重要な脳の奥深い構造があるんですけど、アルツハイマー病なんかで最初に障害されるのが海馬なんですね。だから記憶に非常に重要な構造なんですが、その海馬のボリュームをですね、その MRI 画像から計算することができるんですけど、海馬のボリュームを200数十人測ったところ、なんとですね、睡眠時間と
強い相関があって、夜ね、よく寝てる子の方が海馬がでかいんですよ。で、ね、寝不足気味の子は海馬が小さいんですね。これお、恐ろしい話で、おそらく海馬ってでかい方がいいと思うんですよ。それだけその記憶の情報処理の容量があるということだと思うので。だから本当に、まあ人間の脳っていうのはご存知のようにもう二十歳過ぎぐらいまで成長し続けますので、やっぱり成長期の、睡眠っておそらく非常に重要で、まあ脅すようですけど、子供の時寝不足だと本当に下手をすると一生ハンデを背負って生きていくことになるっていう可能性もあるということですね。はい。眠る子供は縦に育つ、寝ない大人は横に育つ、もうそのままベストセラーのタイトルになりそうじゃないですか。ここまで伺ってきて、その最後に、僕視聴者の方が全く興味のなさそうなお話をちょっとだけ伺いたいなと思ってたんですね。で、それは、眠りについての話というより、むしろ研究とか科学とか、大学に関するお話なんです。で、柳沢先生ずっとアメリカで研究されていて、で、十数年ぐらい前から日本に拠点を移されて、それ以来日本ですごい大きな眠りの研究拠点をやられているわけですよね。そのご経験を踏まえて、日本の研究の世界とか、大学の世界みたいなものについて、批判とか、ここをこう変えたらいいんじゃないかっていう提案みたいなのが終わりになったりされますか？そうですね。私、アメリカに31歳の時から24年間いたので、まあ、最後の方は日本と往復してましたけど、まあ、私のサイエンティストとしてのキャリアの大部分は実はアメリカなんですね。で、アメリカで、まあ、非常にラッキーないろんなことがあって、31歳から PI としてやらせていただいたんですけど、まあ、一言で言っちゃうとですね、アメリカにいた時代って本当に暇だったです。いい意味で。要するに自分の研究室の研究やる以外、あんまりデューティーないんですよ。本当になかったですね。私がいたキャンパスは、いわゆる医学系のキャンパスだったんですが、この教育デューティーも本当に、なんていうか、学生に自分の存在を示す程度の1年に数コマ程度の授業しかなかったし、他のアドミニストラティブなデューティーも私の場合ほとんどなかったし、だから自分自身の研究以外やることがない、教授会みたいなのも定期的にはなくて、まあいろいろ人をリクルートしたりするときに意見を聞かれたりはもちろんしましたけど、そういうのはもう本当にカジュアルな、そのデパートメントチェアマンに呼ばれていろいろ話すとかですね、そういう形で、本当に暇だったです、いい意味で。日本に戻ってきて大学の先生がなんでこんなに忙しいんだって話ですよね。まあこれ、言われ続けて久しいですけど、本当に日本って今、研究力が衰弱していると言われていて、私の考えではやはりその最大の原因っていうのは、研究者が暇がなさすぎる。研究以外のことに費やさなきゃいけない時間が長すぎる。特に若手ですね。まあ私のもう年代になるともう、研究って言っても、もうマネジメント的な作業になっていくし、自分のね、下にいるその若い方を応援するのが、まあもちろん自分自身のラボで自分自身の研究も続けてますけれども、そういうことがメインになってくるんで、ある程度のそういうアドミニストレーションなんかも仕方ないかなとは思いますけれども、それからこうやってテレビに出るための準備の時間とかですね。まあこれも社会発信なんで、自分にとっては重要なデューティーだと思ってるんで仕方ないと思ってますけど、やっぱりなんていうのかな。まあ、ぶっちゃけて言っちゃうとつまらないアドミニスタティブなデューティーですね。つまらない会議、特に。なんでこんなに会議が多いんだろうというぐらい会議が多いし、しかもね、その会議もね、やる必要のない会議なんですよね。こう、いわゆるシャンシャンってやつですか。もう内容決まってて、もうメールでもいいじゃんって、メールでこれ文句あったら言ってね、返信なかったら認めてもらったことにしますよ、つって、終わりでいいものをわざわざ会議やるとかですね、そういうのも一個一個は大したことなくても、そういうのが10個重なったらかなりの時間になりますしね。だから本当にそれがもう日本の場合、本当に下手をすると30代のもう若手の研究者、バリバリやってほしい優秀な研究者に、
降りかかってくるんで、これ本当にやばいと思います。賛否両論激しい選択と集中みたいなのがあるとすると、はい、柳沢先生とかその選択のこう王者みたいな部分があると思うんで、もしかしたら聞くべき方は間違ってるかもしれないんですが、はい、それでも柳沢先生とか見られてどういうふうに思われてるかなっていうのは。研究費の配分ということですよね。で、これはですね、まあ、ご存知だと思うんですけども、成田さんには釈迦に説法だと思うんですけど、アメリカでは例えば我々の領域だと NIH が、まあ、その医学系、医学生命学、科学の、まあ、国のお金を配ってるわけですが、マジョリティを配ってるわけですが、NIH なんかの調査で、一人の PI あたり、年間どのぐらいのグラントがあると一番コストパフォーマンスがいいかという、一番その、コストあたりの成果が出るかって、もうはっきりとデータが出てるんですよね。で、結構急峻な、はっきりしたピークがあって、アメリカの場合ですと、どのぐらいだったですかね。年間、日本円で5000万とか、4000万とか、そのぐらいのレベルだったと思うんですけど、まあ、ドル円レート変わっちゃうんで、あんまり意味がないですけど、とにかくそのぐらいがピークで、で、実際 NIH の R1 というメジャーなグラントは、そのぐらいにオプティマイズされるようにできてるんですよね。だから、きちんとそういうことをやるべきで、選択でも集中でもなくて、オプティマルな額を配るべき。で、その観点からすると、日本はですね、一件あたりの科研費とかそういう研究費ですね、パッケージ小さすぎます。で、特に若手の研究者が一つをきちんとした研究費を取ってれば、それだけでもう生きていけるっていうのが本来の姿ですよね。アメリカだったらそういう R01 なり、何なりを一件取ってれば、まあ一応サバイブできると。そういうシステムが整ってるわけですけども。まあそれも今ね、アメリカもまあもちろんいろいろ問題があって、その採択率が非常に低いとかいろいろ問題がありますが、日本はちょっとね、平均すると細かすぎるんですよね。で、逆に、その集中の方も極端なでっかい予算が一部ではあって、はい、それは逆に大きすぎるとこもあって、まあ、私そういうのの一部をもらってるんで、これ言い始めるとちょっとヒポクラティック、ちょっと偽善的なんですが、自分でもらってて申し訳ないんだけど、ちょっとね、そういう二極化しちゃってるようなところがあって、その二極した細かすぎるのと大きすぎるのをこの真ん中辺にまとめるっていうのが私はいいんじゃないかなと思ってますけどね。はい。うん、で選択と集中がいいか悪いかっていうよりは、その適切な一番最適な希望感がどのあたりか、はい、でそれにまつわるその評価とか書類仕事雑務みたいなものを考えたときに、その量をできるだけどう減らせるかっていうことの方が問題だっていうことですよね。それからね、ファンディングに関してね、もう一つ日本の今問題だと私が感じてるのはですね、まあ、評価って言って、評価大事なのはわかるんですけど、全部ね、事前評価にすべきですね。事前評価と言ってる意味は、その、ファンディングを得るためには、その、研究者が一生懸命申請をして、PR レビューですよね。PR レビューをして、その、お互いに、お互いを評価し合って、いいアイデアを取ると。それは大事なことだし、そういう競争的、資金って言いますけど、そのシステム自体はすごく大事だと思うんですけど、これやっぱね、そのファンディングするときの事前評価にとどめるべきなんですよ。日本は今ね、それが何だか知らないけど、評価が逆方向に振れすぎてて、もう中間評価だ、事後評価だ、もうファンディング終わった、ポストファンディングのですね、評価に膨大な時間を研究者が。みんなこのための報告書作りみたいのがメインの仕事みたいになっちゃってますよね。そうなんですよ。で、特に若手にとってはそれが重荷で、それから評価する側もね、ピアリビューなんで、膨大な時間を、そのもうファンディングが終わった後の事後評価とかですね、そんなことに費やしていて、あの評価を誰が読んで何に使うんだよって話ですよ。意味がないんですよね。で、事前評価はもう、すごく大事だっていうのは、これはもう 100% アグリーします。だからそこはきちんとやって、それでお金を取ってくるための申請書に時間を費やすのは、これはもう研究者として仕方がないことだし、それやらなきゃいけないと思うんだけど、それからそれを評価し合うっていうのも、まあ、研究者としてのデューティーですよね。そこまではやるべきですけども、ポストファンディングの評価って、アメリカではほとんどなかったです。NIH の大きなお金取ってても、私、ハードヒューズ、
HHMI ってハワード・ヒューズ・インスティテュートで非常にまあ、プレスティージアスなお金をいただき続けることができたんですが、あれもだから、4、5年ごとにリビューっていうのがあって、ものすごい大変なんですね。それを突破するのは、きちんと業績が出てないと続けられないんで。でも逆に業績が出てれば続けられるし、一回通ればまた5年ぐらいはほとんど何もないんですよ。もう報告書もなんか半ページぐらいペラッと今年はこれやりました程度で終わりだし、もうほとんど何もないんですよね。だから本当に余計な評価が多すぎる。それからなんだか知らないけど大学の評価っていうのもいろいろあって、もう複数のなんかこう評価指標みたいのをしょっちゅう提出させられて、これは私のレベルだったらまだいいかもしれないけど、若い人にとって本当に負担になっちゃうと思いますね。そんなことばっかりに時間を費やしているような気がします。もう日本の研究のこと言い出すともう愚痴ばっかりになっちゃうんですけどじゃあこの部分だけ切り取って、文部科学省の窓口にファイルを送りつけたいなといやいや本当ですよちなみに番組ホームページではノーカット版の配信もしています。番組が大赤字で大変です。ぜひ皆さんカンパをよろしくお願いします。最後に、今例えば日本にいる20歳ぐらいの若者が柳沢先生みたいな研究をやりたい、研究者になりたいって言ってるとしたら、どういう場所のどういう分野で訓練を積んだり研究を始めたりすることをおすすめになりますか？特に眠りの科学みたいな結構総合的な部分があって、多分柳沢先生自身も眠りの研究始められたのって結構こう偶然の発見という部分が大きいわけですよね。こうなんか大問題にのこう学際的総合的な分野に新たに今から入っていく日本人科学者の卵みたいなのがいたとして、アドバイスみたいなものって終わりになりますか？私のアドバイスはですね、分野はもう、なんていうか、もう本当に出会いだと思ってます、私は。私自身のスタイルがそうだったのかもしれないけど、それこそ睡眠学に入ってたのも今おっしゃったようにですね、オレキシンっていう脳内物質を見つけて、そいつがたまたま狙っていたんじゃないんだけど、たまたまその睡眠覚醒を制御してたということを発見したことがきっかけだったんで、私は分野っていうのは出会いだと思うんですね。だからなんかあんまりこう小賢しくですね、俺はこれをやるんだって最初に決めつけてやるというよりも、なんていうか自分の前に、まあ、研究者の卵の方々に自分の前に与えられた、ないしは転がってきた研究課題の中から、その自分が真に面白いと思える、もうジェニュインにもう正直これは面白い、これはエキサイティングだと思えるような研究を選び取って、そっちの方向へやっていくっていうのが一番大事なのかなと思いますね。やっぱ研究者って自分がやってる研究が自分で面白いと思えてないと良くないと思います。なんていうのかな、もちろんプロの研究者としてやっていくためには論文も書かなきゃいけないし、いろいろな意味でね、デューティーもあるし、やんなきゃいけない、業績出さなきゃいけないっていう世知辛い世界があるんですが、それは置いといて、それそのものを目標にしたのではやっぱり良くなくて、自分の真の目標っていうのはやっぱり自分がジェニュインに面白いと思える課題を追求していくっていうのを主眼にするっていうのが、この分野を選ぶこと以上に大事なんじゃないかなって思いますね。私やっぱりそこを私自身も大事にしてて、なんていうのかな、変な言い方ですけど、私自身がね、こう、研究が楽しい状態を保つっていうのをすごく大事にしてるんですよ。なんつったらいいのかな、こう、しかめっ面して、大変だ大変だって文句言ってる、さっきは文句言いまく言いましたけど言ってる状態じゃなくて、やっぱりそれは置いといて、自分が今追求してるこの課題っていうのは非常にエキサイティングだし楽しいという、自分が感じてることですよね。で、だから自分がつまんないと思うことはやんない、断るで、やっぱそれをね、若い人にその姿を見せないと誰もついてこないですよね。今日本でこの博士課程に進む人がすごく減っちゃってるっていうのも、これも問題になってますけど、そりゃね、研究科学とか研究者が
楽しそうに見えない。楽しそうに見えないんです。問題になってますよね。うん。大学の先生方みんな疲れて見えるんで、うん、これ若者ついてこないですよね。うん。それじゃダメだなと思って、少なくとも私、自分の研究所っていうのはそういう雰囲気を保つように。だからそれを汲み取ってくれて、若い PI の方々もみんな楽しそうにやってますよね。だから本当にうちの研究所、まあ、総勢で今200人ぐらいいる、まあ、結構睡眠の基礎研究に特化した研究拠点としては世界一の規模なんですけれども、幸いその大学院生にもすごく人気があって、もう博士課程の学生だけでも 4,50 人はいるので、まあ、そういう姿をやっぱり、ね、先輩である我々が見せないと若い人ついてこないですよね。はい、ということで、暇が大事だというお話をいただいた柳沢先生から時間を、暇を奪いまくってしまいました、ね。そろそろお開きにすべき時間になってしまったようです。ということで、今日の結論としては、科学者は暇とワクワクと偶然の出会いに身を委ねろと。そして視聴者の皆さんは、こんな動画を見てないで早く寝なさいというのが今日の結論になるかなと思います。お忙しい中、朝早くからありがとうございました。柳沢先生、またよろしくお願いします。ありがとうございました。反省しなくちゃいけないのは、毎日寝る直前までアルコールとカフェインをガブガブと取り続け、毎日不規則極まりない時間に眠り、唯一誇れることは、その結果1日15時間ぐらい寝て頭が痛くてしょうがなくなったりしているということだけだという自分の眠り落ちこぼれ度合いにびっくりしたので、改めようと一瞬思ったものの、自分は一生落ちこぼれのまま終わりまで行くんだろうなと絶望を深めた次第です。まあ、そういう絶望を与えてくれた柳沢先生に感謝したいと思います。今回はちょっとこれまでのゲストの方々とは違って、研究者同士のお話とかもあったかと思うんですが、そのあたりに関してはいかがでしたか。いや、最後、日本の研究とか科学の世界についてみたいな話を伺えたじゃないですか。そこが個人的にはハイライトで、なんか研究の世界についてのこう文句みたいなのって、なんかこう不満を持ってる人とか、こううまくいってない人がブーブー言ってるみたいな雰囲気が漂いがちなのがすごい問題だと思うんですよ。要はちょっと負け犬の遠吠えっぽい感じが漂ってしまうことが多いっていうのが問題かな。で、それがなんとなくすごい日本の研究者たちが文科省とかにこう文句を言っているのが、なんとなくこうグツグツ煮え切らないことの原因の一つになってるのかなと。まあ、その点、柳沢先生のように、なんかその世界で一番潤っているように見える方が文句を言っていると、取れたというのがハイライトだったなと。で、ぜひその部分だけ本当に切り取って、文部科学省その他に送りつけてみるのがいいんじゃないかなと。それでますます私は研究の世界で居場所がなくなっていくという状態を作りたいなと思った次第です。